日本中国地方鳥取県東白郡鳥取県東白郡の一東白郡は鳥取県の軍。名称は法規国の東部であることに由来している人口52,193人面積508.37トル、人口密度103人 km 以下の4兆を含む1896年に行政区画として発足した当時の域は 上記四丁に、倉吉市及び、西白軍大船長の一部を加えた区域にあたる。1、西郷村2、西武田村3、玄村4、東武田村5、三笹村6、高瀬村7、鴨村8、武田村9、金井村10、山徳村11、草加村12、ろく村13、陣中村14、東郷村15、 松崎村16、花見村17、舎木村18、長瀬村19、浅津村20、橋津村、宇野村21、久津川村22、白村23、三橋村31、倉吉町32、小鴨村33、上、小鴨村34、南谷村35、八送村36、山森村37、茶谷村38、社村39、西村40、 福前村41、東志村42、名田出村43、下北条村44、中北条村45、上北条村46、上名田村51、時和村52、水穂村53、由良村54、大塚村55、市勢村56、伊勢崎村57、栄村58、下郷村59、古切れ小村60.3本杉村61。 神里村62、八橋村63、赤崎村64、勝田村65、穂長村66、伊勢村67、安田村68、下中山村69、上中山村。ありがとうございます。